誰かのために、未来のために、笑顔の種をまく人がいる。シーダー。今回のシーダーは木瀬智美さん、日本で唯一の犬用抱っこ紐専門ブランドを運営しています。日本で唯一のドッグスリング専門店というのを運営しておりまして、ドッグスリングっていうのは犬用の抱っこ紐になります。お出かけできる場所が広がったとか、お留守番の回数が減ったとか、ワンちゃんとの時間ができる、お互いを知ることができる、絆も深まるし、時間を作るっていうのはすごい大事にしているところではあります。そんなシーダーのルーツは家業で販売していた赤ちゃん用抱っこ紐。人間用の抱っこ紐とかスリングっていうのをメーカーでこう企画開発して販売してたんですね。自分の持ってるスキルで私の角度から何かお役に立てることはないかなってなった時に、このサンプルをうちの愛犬用に使ってまして、動物病院とか散歩行った時に、え、それどこで買ったん、めっちゃ便利そうやねっていうところがもうスタートです。こんなもんかぐらいで、はい、OK。 愛犬家さんが後悔しないような人生、ひいてはワンちゃんも最後まで幸せっていうところを想像できるような活動をこれからしていけないかなっていうのは思ってます。シーダーの蒔いた種が愛犬との暮らしに笑顔の花を咲かせる。